あれなんだよ、かなでちゃんにさ、あの昨日だっけ、あ、一昨日さ、突然さ連絡が来て、シャンプー何使ってるんですかみたいな、え、ノエル先輩シャンプー何使ってるんですかみたいな、そういう文鳥で来たんだよ。え、なんでいきなりさシャンプー聞くんだろうって思ったら、なんかこよちゃんとマシュマロフコラボでなんか話題が出たらしいんだよね。で、その時にもうね、夜のシャンプーっていうのがなんか出てたらしいんだけど、最終確認なんかなもしかしたらシャンプー変わってるかもしれないっていうかなでちゃんの考えなのか、もう一回、そう、裏取り来たよ、裏取り。そう、こよちゃんとあのかなでちゃんのコラボの次の日なんかな、あれ、ノエル先輩のシャンプー気になりますみたいな、これだよーんって送ったら、ノエル先輩ありがとうございます、じゃあかなでも買っちゃおうかな、ふふふふ、ノエル先輩と同じ匂いの女になりますって来てて、あれびっくりしたわ。団長こういうことなくてどうなん、え、ちょっとみんなでさ秘密会議しよう。あ、さ、これってさ、え、これって団長好かれてるのかな、団長後輩ちゃんにこんなに好かれるなんてこと、え、これって、え、これってさ、え、どうなの、こよ逆に使われてんの、どっちな、皆さん気になります。やばいぜ、こんなことあると思って、へへへ、嬉しくなっちゃったよ。え、でもね、手応えを感じてる、かなでちゃん、いや、かなでちゃん団長のことを好きすぎっていう手応えは感じてんだけどマイクラで、そう、ハードコアでさ、初日にかなでちゃんにダイヤをたかられたことから始まりましたけど、嬉しいですね。ゴロックスってその JP で言えばさ、まあ、グループは違えど、まあ、後輩ちゃんじゃんか、いいよねこの関係性。今ふと思ったら、団長って後輩の時期がね、マジで、あの、本当に一番末っ子みたいな、末っ子後輩みたいなのがなくてさ、ほぼ。だって、4期生が、なんか4ヶ月後とかにデビューしてるのよね。8月に団長デビューして、12月末から1月初めに、あの4期生の子がデビューして、そうなんだよ。昔のホロライブってめっちゃデビュー期間が短かったんだよね。5期生からさ、あの、ホロックスまでがすごい期間空いたんだよ。1年とちょっと空いたんだよね。そう。あのホロックスが11月の末にデビューしてるの、その次の年の11月末とかだから、1年とちょっとか経ってて、あれ2022ってデビューしてない、ホロックスからリグロスまですんごい長いってこと、すごい長いんだ、ホロックスからリグロスまで2年ぐらいかかってる。その間に、ね、EN とか ID とかだいぶかかったねー。な、念願の後輩ちゃんってことよ。ホロックスからするとさ、あの JP でね。って考えるといいですね。ホクホクしますわ。そう、リグロスもあれなのかな、だいぶ先なんかね。なんか団長的にはさ、いや、もちろんうちらにもね、聞かされてないの。もううちらにも、その後輩ちゃんが出るっていうのをマジでね、直前にならないと知らされないんだけど、そう、リグロスの後輩ちゃんってまだ先なんだろうね。だって 3D がまだだもんね。目標のさ、250万人が達成、最近ね、その8月で達成されて、で、明日が青くんのデビューだっけ、青くん1周年だっけ。いやー、早ー、1年かー、1年経つんだ。正直さ、今ってさ、ホロライブも大きくなって、後輩ちゃんとか決まってたとしても、なんかデビューまでの準備期間とかありそうだよね。団長の時は、ちなみに、まあ団長はね、これもう何回も言ってるけど、オーディションだったんですけど、まあもう本当に5年前だからね、言えるけどさ、なんか連絡来なくて、そう、連絡、なんかこの日までに、あの、なんかまあ最終面接まで行ってさ、で、なんかちょっと追って連絡しますみたいな、この日までには連絡しますみたいな言われて、で、連絡来なくて、で、団長実家に帰ってたんだけど、あれ落ちたんかなと思って、あの、連絡したんだよ、すいません、あの、落ちたんすかみたいなそう、7月に入ってたよ、7月に入って、すいません、落ちたんすかみたいな、あの、連絡来ないんですけどって言ったら、ノエルさん合格ですみたいな来て、忘れてたの？ね、忘れてたよね、その温度感みたいな。だってさ、あの、え、連絡来ないんですけどって言ったすぐだよ。その後すぐ合格ですって来て。
来て、あれまあって思って、もしかしてこんなオーディション合格っていう大事な連絡忘れてましたみたいな。お忙しいのわかりますけど。でその1ヶ月後にはもうデビューだからね。だからほんと準備期間って1ヶ月もなかったかな。そう、でもそんなことないもんね。今絶対、今はもうさ、多分もっともっと準備期間があるんだろうから、もしかしたら決まってるかもしれないよ。そしたらワクワクするね。いや後輩ちゃんか。いや、ダンちゃんもかなで、そう、かなでちゃんがもうね、もう妹すぎて、ホクホクしてる。ダンちゃんあれなんだよ。え、それこそ、はじめちゃんと、あおくんが、全然絡めてなくて、絡みたいな。でも、りりかちゃんと、らでんちゃんは、まだ晩酌コラボとかで、そうそう、お話しする機会あってさ、まあ、はじめちゃんも、なんかすごい、妹感あるけど、なんかリリカちゃんとか結構ねしっかりしてる。ラデンちゃんとかもう それこそ知識豊富で、むしろすげーって感じで、で青くんは親しみ加納栄子さんのような立ち位置になって絡んでいきたいなぁと思いつつ、カメクユこの1年でさ、もうみんないろいろな個性が出てきてすごいよね。青くんって綺麗好きなの？綺麗好きか。いや、綺麗好きか。団長のズボラさ嫌いにならないかな。団長マジでズボラなんだよな。そんな感じで、あれですよ、シャンプーの話からリグロスの話になったけれど、いや、ポルカこれだね。ほらギャルでしょ。ホロライブのギャルコラボしたいよね。特にオタクに優しいギャルというシチュエーションをやってほしい。え、なんかやるとしたら何がある、ギャルコラボ。ゲームとか、でもゲームかな？マリパ？え、マリパでさ、え、なに？あれ、なんかさ、え、ぬくぬくくん、クソザコーとか言う？なんか3人だから1人 CPU なるじゃん。え、あれ？でも、ノコノコってないか。ノコノコ、あれ、ノコノコだっけ？カメノコだっけ？なんだっけ？カメのやつ。クソザコーって言ってほしいよね。クロエちゃんに言ってほしいわ。クヌカメさん、クソザコーって言ってほしい。はぁ、ごめんなさい。なんでノコノコにした？え、だって、クヌカメさん、クソザコーって言ってほしいだろ。言ってほしいだろ！団長だけなのか！言ってほしくないのか！ポルカが、カメ？カメ？クソザコ？え？って一緒になるんだけど、でもギャルポルカも乗ってほしい。そうだねーって、クソザコだねーって言ってほしいわ。まだ誘ってすらないのに、そんな決めることでもないか。